こんにちは、ザマスです。週末は皆さんどういう風にお過ごしでしょうか。いい週末が過ごせるといいですね。今週はね、東京優春牝馬オークスです。まあ、あの人間で言ったらね、あれっすわ、あの春高バレーみたいなもんやな、オークスっつったら。でダービーがあのインターハイ、今インターハイやな。インターハイで、まあ、あのダービーが甲子園みたいなもんやな。まあそんな感じのレースですよ。東京の 2400m 3歳牝馬、前回ビクトリアマイルね、まあ久々に惜しかったんじゃないかなと思いますね。カメラワーク的にちょっと、カメラワークでなんとかなるんじゃないかなっていう、あのうちのカメラと外のカメラでこうもしかしたらあるんじゃないかなってちょっと期待してた先週のダマスです。今回はオークスで4人集まってもらいました。予想するのにダマスの3連単五等ボックスをみんなで予想するんですけども、みんなで予想を出し合って最終的に3連単五等ボックスを決めていこうと思います。では今回予想してくれるメンバーを紹介したいと思います。それではよろしくお願いします。どうも、口うるさい親父スナイパーです。はい、どうもイエジです。どうもユウさんです。ダマスです。はい、今回はスナイパーさん、エイジ、ユウさんに来てもらいました。そしてこのダマス4人でオークスを予想していこうと思います。ではスナイパーさんの予想から見ていきたいと思います。スナイパーさんの予想はこれだ。ソウルスタリー、前回はやっぱアメババに泣いたと、今回晴れなんで、なんとかなるんじゃねえかなと期待はしてます。距離はまあみんなやってみらんとわからんけん、まあ、初めてだからね、みんな。そうそう、2400だからまあ走ったことで期待を込めて、ソウルスターリングに頑張ってもらいたいと思っている次第、で東京2400でやっぱりディープインパクト3区、この2頭を対抗三角と、フローレスマジック、はい、ブラックスビーチ、ブラックスビーチ、やっぱり東京の2400やっぱりディープ3区は、結構得意としてるからね、選んでみました。はい、盤石の構えや。28度、ソウルスターリング、ソウルスターリングの魂がスターリングする、そんなアホなんだよの時も。え、なんかこれなんか上位人気ソウルスターリングしか入ってない感じだけど、これ大丈夫？何が？いや、他のさ、アドワンヤミヤビとかさ、あのレーヌミノルとかさ、いらん？いらん？よし、オッケー。じゃあそんな感じや。よし、オッケー。スナイパーさんはの予想はソウルスターリングです。まあソウルスターリング、まあ桜花賞でも僕らすごく推したんで、ここも頑張ってほしいところですね。それではエイジの予想を見ていきたいと思います。エイジの予想はこれだ。フローレスマジックですけど、もうこれスナイパーさんとほとんど同じなんですよね。ディープインパクト、あ、もう言うことないですからね。そう、俺が言ってしまった。もう言って言われちゃったからね。20もある。あ、そうですね、フローレスマジックは本命。でもそんな本命に押すほどか、フローレスマジック。いや、崩れてないからね。ただ、まあ、やっぱり東京3着以内はね、ずっと確保してるし、馬券には絡んでるし、ただあのまだ 2000m までしか走ってない。あ、そうです、ね、もしかしたら2400で開花する恐れがあると。あ、なるほどね、思うんだな。なるほどなるほど、おまけに東京の2400だから、東京の2400といえばディープ3区、そこに来たいな、エイジ。そうですね、ラキシスとか、まあ、兄弟もそうですから、中距離以上は力を発揮してくれんじゃないでしょうかという
思いを込めて距離伸びてから、はい、進化の問われるレース。エイリにしてはなんかまともな予想じゃないか今までで一番まともな予想じゃないかかもしれないな。じゃあちょっと今回ちょっとエイリのこの山勝ぐレースもちょっと聞いてみようか。これあれですね、横山さんですね。横山さんが乗ってエイジの予想はフローレスマジックです。まあディープインパクトっていうことで、はい、じゃあ次はあの NHK マイルカップを一緒に予想してもらったユウさんの予想を見ていきたいと思います。ユウさんの予想はこれだ言うことないいやでもそうね、ソウルスターリング大丈夫、距離大丈夫本当に分かんないけどいや分からんけどさ、分かんないけど、うん、なんかさガチで走れんのがいいかな。いや桜花賞をさソウルスターリングが強い競馬で勝ってたらオークスも、うん、もうソウルスターリングを押せてたのよね。まああれはね、まあ、いやいや それはあるんやけど、これで一回ドローがついてしまっ、なんかけついちゃったところでそこまでのなんか何この間ので人気を通してくれたら逆に、ああなるほど、負けた方としては美味しいけどね。なるほどね、うん、ただ内枠だしね、ラチズが走れるし、ちょっと内に持たれるとこあるから、ね、ずっと競馬見てても、ね、いいのかな。リスグラシューはスグラシューは豊かマジック、豊かマジック、ほらあ、アルマイアミアビはクイーンカップ、強い、その前も東京で1008勝ってる。これ今のところ一番人気かな、アルマイアミアビ。いや、ところ前売りもうリスグラッシュになってます。リスグラッシュが一番人気、金曜日のこの時間。ミアビはハーツクライ、ハーツクライ、まあ変わるね、ハーツクライといえば。でもリスグラッシュもね、ヌーボーレコルトにジャスタウェイだ、 あれもハーツクライ。ああそうです、結構東京で勝ってるでしょ、うん、走るよね東京は、暑くらい、でもコース経験もあり。じゃあソウルスターリング、ソウルスターリング勝てる、うん、なんだかんだ一番人気なんじゃないですか、なんだかんだ一番人気かな、はい、うん、惜しいということでゆうさんの予想はソウルスターリングですね。まあソウルスターリング、まあ、強いから、強いし僕も来るとは思うんですけど、それではダマスの予想なんですけども、あのあれなんですよ、浅いんですよこのダマスの予想のなんか喋りが、喋りがね浅い。だからちょっと今回ちょっと、まあ、深いかどうかは分かんないですけど、僕的には結構なんかいけてるんじゃないかなと思うんで、まあ、ちょっとご清聴よろしくお願いします。はい、ダマスの予想はこれだもうみんな喋ったじゃんそうねブラックスビーチで、まあ、このアドマイアミ、まあ、ブラックスビーチを喋る前にこのアドマイアミヤビね、ビクトリアマイル関係あるって、アドマイアリードね、えダマス本命にしてた、いや本命してないけどアドマイアリードは勝ったと、うん、いや2週連続でアドマイアが勝つかと、まあだからアドマイアの頭はなくなりました。オカルトやなで、ソウルスターリング、まあね、だから俺このダマスの中ではこの今まで買ってきてるけど本格化するのは秋なんじゃねえかとなと思って、今まだ未完成の状態じゃないかなと勝手に思ってる。で、まあ能力的にこの2、3着には来るかもしれんけど、まあもしかしたら頭はないかもしれん。でそこで第3の馬を選ばんとあかんっていうことになってきて、ポンと出てきたのがこのブラックスビーチ。理由はスイートピー買ってるし、東京の東京犠牲言ったし、うん、いやいや、だからここでずっと悩んでたのよ。もう本命する馬ええやんと思って、あのレーヌミノルはあのレースうまいけど2400になるとやっぱ距離的にね、ちょっと不安があるんじゃねえかって思うから、ミノル来るな、何着ぐらい来るかな。だからもう誰も言ってないんだよ、ダマスもしてないしな。だからあの直線に入ってレーヌミノルが
あの先頭にいるかもしれんけど、あと400ぐらいのところで、あの他の馬に刺されるんじゃないかなと思うんだよね、レイズミノルは。だ刺すのがこのブラックスビーチアドマイアミヤビソウルスターリングじゃないかなと思うの。だからこの上位ね、ブラックスビーチアドマイアビーチソウルスターリングで、リスグラッシュはまあ安定感があるし、まあ入れれることなら入れたいなっていう感じ。どうこの予想。まあ、あんまり大した予想じゃない。あ、そう。あれ先週何本見せたんだもん。これ何だっけ。ビクトリアマイル。過去は振り返らない。調べたの。何やったっけな。ミッキークイーン。あ、そうそう、ミッキークイーン。うわうわ、なんかそういうの言ってたな。クイーン、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 クイーンでクイーン飛ばしやがった。そう、全部クイーン飛んだ。さすがっすな。はい、ということで、こっからです。いつもすいませんね、長い前振りで。こっからダマスの3連単5等ボックスを決めていこうと思います。とりあえずみんなの本命をとりあえず1等ずつ入れていこうと思います。はい、みんなの本命を入れました。2番ソウルスターリングはスナイパーさんとユウさんの本命で、3番フローレスマジックがエイジの本命、10番ブラックスビーチがダマスの本命です。これで当たるんじゃない。これで当たる？三等ボックスで当たりじゃん。三等ボックスもういらない。三等ボックスで大丈夫？いや、せっかくやでさ。あとディープインボックス。あとはもう2等人気どころでいいんじゃない？もうだってブラックスビーチとフローレスマジックで結構穴っぽいとこ入れてるから。あとみんな入れてんのって言ったらリスグラッシュが入ってとアドマヤミヤビ。でもレイヌミノルは切ると。レンミノル、はい、ライラって言ってレンミノル。まあね、やっぱり2人ずつだって、なんかレンミノルがなんか2冠取れるイメージも感じてる。いや、2冠じゃなくていい、3着以内に来たいんだから。コン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 やわ、コンコン。何やってんだよ。勝った、あ、来た、あ、来た、もうダメだ、絶対3着ぐらいに、もうコーナーやばい、もうはい、決まりました。これが、いやいや、でもこれ人気製品やろ、この2等。何ですか、これがダマスの3連単5等ボックスです。どうだろう。2番ソウルスターリング、3番フローレスマジック、10番ブラックスビーチ、14番リスグラッシュ、16番アドマイアミヤビです。うわー、これブラックスビーチだけいらんな。なんでや。まあ、なんやかんやってね、こうやってねみんなで予想するのはやっぱ楽しいもんですよね。ああでもないこうでもないね、みんなで言い合って、まあみんなもこうやって予想してみてはどうでしょうか。いや本当に競馬って本当にいいもんですね。パクリパクリパクリやめろ。来週ではまた来週お会いしましょう。さようなら。